皆さんこんばんは。ようこそお越しくださいました。今の曲で疲れたので今日はここで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。嘘です改めてふざけたご挨拶で申し訳ありません。4月から、この素晴らしいオーケストラ広島交響楽団の音楽総監督としてお世話になることになりました下野達也です。どうぞよろしくお願いします。定期演奏会では4月に、ブルックナの8番を持って皆様への、ご挨拶を兼ねたコンサートをさせていただきましたが、今年度から、私がこのディスカバリーシリーズを担当させていただくことになりました。今回私がヒロキョウと一緒にやらせていただくということになりまして自分なりに考えてきました。私は珍しいものばっかり取り上げる指揮者というふうに言われていますが、もちろんそういった面もありますけども、一つの作曲家をこう時系列で並べて演奏したいなと常日頃考えておりました。そこで私は年に4回、ちょうどいい数ですので、2年にわたってですね、このシューベルトの交響曲を取り上げていきたいなと思っております。シューベルト、子供の頃は未完成を8番と言ったり、グレートと言われているものが9番だったり、私が子供の頃の番号とちょっと今違っていろいろ整理していたら、現存するきちんとした交響曲は8つというふうに言われております。そこで、ちょうどいい年に4回で 1,2,3,4 と有名無名に関わらず順番でやっていこうというふうに思いまして、それでシューベルトの交響曲を軸に取り上げさせていただきます。シューベルトの一番、なんと16歳で書いたんだそうです。16歳で、彼は残念ながら31歳で亡くなってしまいました。16歳の時点ではまだまだ長生きしたいというか、そういう自分の死のことなんか思ってもいなかったと思いますが、結果的には短くも儚い人生の中に900曲近く書いたわけですけども、歌曲、オペラ、いろんなジャンルで書いたんですけど、その交響曲を書いて16歳で書くって大したもんだと思います。この曲は聴いていただくと非常にキラキラしてて楽しい曲なんですけども、私のシューベルト感を申し上げるのを許していただくと、明るく始まったのにすぐ暗い音を使う人だなというふうに印象があります。これはもう会ってみないと分かりませんし、数多く伝記を読んでみても本当のところは分かりませんけども、彼はいろんなことをやっぱり思い悩んでいる影を持ったモーツァルトと同じような人なのかなというふうに思います。最終的にはキラキラした素晴らしい音で終わるんですけども、何かしらすぐ、今風で言うとこうすぐネクラな方に行ってしまうっていうんですけども、それも彼のなんかこうパーソナリティを表しているようで面白いと思います。そしてベートーベンでさえも使わなかったものすごい強烈なぶつかった音をあっちこっちに散らばめています。ですから聞いていて、あ、ヒロキョウ間違ったと思わないでください。そういうですね、すごい強烈な音を使っています。これも若気の至りといえば若気の至りなんでしょうけども、シューベルトのその16歳の青春真っ盛りの自分たちの寄宿舎でやっていたアマチュアオーケストラみたいなもんですよね。それでこう音を出したりして楽しくやっていたシューベル、フランツ君のまばゆいばかりの青春時代が浮かぶと思います。準備もできたようですので、コンサートのトークはお嫌いな方も結構いらっしゃったと思いますが、聞いていただいてありがとうございます。それではちゃんとこれからも演奏したいと思います。どうぞありがとうございました。Thank you.
Thank you.